鍛えられた写真家の目が思わぬ世界を一つの作品の中に見つけ出して、それを我々に見せてくれるっていう、高知の人が誇るべき先人っていうふうに、いうふうに言えるんだろうなと思います。増田さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。増田さんは1996年に、はい、現在の記憶という石本展の企画を、東京国立近代美術館でなさったんですが、その展覧会から時に至るあたりを主に伺いたいと思っているんです。はい、写真部門の最初の展覧会というのは、東京国立近代美術館と写真という新しくスタートする写真部門の第1回の展覧会という、その歴史を振り返る展示をやって、でその後いよいよ本格的に同時代のお仕事を紹介するというのが石本先生の展覧会だったので、僕にとって2つ目ので、生きてる本物の写真家と、はい、の個展をやらせてもらうっていう最初の展覧会でしたので、まあ、いろんな意味ですごく思い出もありますし、勉強にもなった、それこそ本で見たり写真の作品を見たりしたことはあったけど、本物のそのご本人とお会いして、最初はちょっと怖い感じもありましたし、もう当時70代だったと思うんですが、それも非常にそのお元気 で厳しいところもあるし、ものすごく精力的なところもあるし、なかなか一言では言えないんですけど、すごく本物にあったっていう、そういう印象だったと思います。現在の記憶が後のそこにあります時というものにつながるというのはどなたも否定しないと思うんですよね。で、私が興味を持ったのは現在の記憶のそこにある図録ですけれど、増田さんが撮影順で言えば落ち葉や地間で行くところを雲で始めていて、そして掲載されているテキストを見ても増田さんは比較的その雲に焦点を当てて書いてらっしゃる、そのあたりのお考えも伺いたいなと思ってまいりました。雲がメインになっているというのが、展覧会の中の点数的にも半分近く雲だったのかな。他のシリーズよりは雲の方が点数が多くて、でそれは理由がいくつかあって、一つは当時一番石本先生が最新の今まさに現在進行形のお仕事ということで、取り組んでいたのが雲というシリーズで、そのあたりの最新のお仕事を中心にするということを念頭に展覧会をやりたいということをお願いして、だったらやっぱ雲が今一番メインがいいんじゃないかなっていうような、そういう経緯だったと思うんですが、それともう一つは当時石本先生がしきりにその定かならぬものという言葉を
なんかそういうのに今興味あるんだよねみたいなことをおっしゃっていたように記憶していますが、多分雲っていうのはその具体的にはその定かなる、ならぬものの、との取り組みとしての作品だったんだと思うんです。となりますと、その91年からの雲の撮影と、うん、石本さんが伊勢神宮式年遷宮で撮られた時期がこう重なるということと、その移ろうもの、定かならぬものというのは何かこう、石本さんの中でつながっているというふうにお考えですか？そうですね、その当時はその並行してある伊勢神宮 の、 あの仕事っていうのがあのどういう関係にあるのかっていうのはあまり意識してなかったんですけれど、でやはりそれはその日本的なその時間感覚みたいなものへの、関心というか、そういうことがあの、この現在の記憶展で取り上げた、シリーズと の、 あの背景にあったのかなという。展覧会でいろいろあの仕事あの一緒に石本先生とお話をしていたときにしきりと、うん、あの方丈記の行く川の流れは絶えずしてっていう、はい、その有名な、はい、でしかも元の水にあらずっていう、はい、でそれで言っていることと、あとあのギリシャ哲学のヘラクレイトスですか、はい、あの万物アルテンス、はい、同じことを言ってるんだけどどう思うっていうことをしきりに一緒のことを言ってるんじゃないのあれはっていうことをしきりにあの何度も石本さんが口にされていたことを、はい、並行して伊勢のシリーズがあってっていうことを考えると、その時間、日本的な時間と西洋的な時間みたいなものの対比とその共通点みたいなことをすごくあの当時あのいろんな仕事の中でお考えだったのかなというふうな。石本さんは子供の時もう飛行機に対する憧れが強かったのと、ニューバーハウスで空を撮るっていう練習、うん、散々課題でやったであの時に至るとそれらの全部がそれぞれのモチーフに何かこう反映しているような気がして、やっぱり一つの集大成だったんだろうなと思ったりするんですが、あの今回当時の旅館曼荼羅の巨大な石本さんの写真が掲載されているわけなんですけれど、その美術作品と写真というのは どうなってますでしょうか？曼荼羅の写真みたいなものについては、うん、あの鍛えられた写真家の目が思わぬ世界を一つの作品の中に見つけ出してそれを我々に見せてくれるっていう、その写真の力をもうあの圧倒的に見せてくれているという、そういう展示になっていると思いますし、その仕事を見た後今回の展示だとあの伊勢神宮、はい、だとか、あるいはその手前にあるその建築の写真っていうのも、はい、あの実際にその凡庸な目で実物を見ても気づかないものを鍛えられた目があのこういうふうにこの作品なり建物なりは見えるんだよっていうことを見せてくれるという意味で、本当に何て言うのか、あの我々の視覚世界にもう一つ大きな何かを付け加えているのが、そういうその優れた写真家によるあの作品なり建築なりそういったものを撮影したものを見る経験だと思うので、あのそうやって振り返るとさらに街の写真を見た時にも優れた写真家が 見つけ出すものっていうのがどれほど何かその我々の世界に
知らないものがあるのかとか、もちろん記録するっていう意味は非常に大きいんですけど、それ以上のものが、はい、写真というメディアによって実現している、そういうことが本当に圧倒的な感じで今回見せられているという感想を持ちます、うん、カラー多重露光というね、この実際にこのように具体的にはないものを重ねてですから撮ってますよね。あの色の世界とこのマンダラ、マンダラをモノクロで撮るという選択肢は全くなかったでしょうから、まあなんていうんだ、天上界ですかね、あそこには地獄もありますけれど、何か石本さんの中にあるこうものすごく遠くて高いものとこの世のうぞうむぞうみたいなものが、あのマンダラの撮影、それからものずっと長く続けたカラー多重露光のようなものにこう綺麗にこう反映されている、綺麗にっていうのは克明にという意味ですけれど、そんな気がして、石本さんのモノクロ写真がすごいっていうのはもう皆さんがおっしゃることなんですけれど、石本さんの中にあるがやられたカラーの仕事みたいなことをその2つで考えるとも興味深いような気が私はしてるんですね。今回森山先生のテキストの中でキーワードの一つでそのエロスっていうことを、はい、場を使、はい、お使いになってますけど、はい、それはまあ言い換えればその生きていることっていうか生成してくるもの、それをに対する欲望っていうふうに言い換えることができると思うんですけれども、はい、その変化していく世界っていうのも次から次に何かがこう生まれ出てくるもの、世界っていうふうに言い換えれば、例えばその晩年のお仕事になっていくわけですけど、雲だとか、うん、時っていう写真集にまとまっていく、うん、そういうお仕事っていうのがその前段階としてマンダラのお仕事がもしあったとするいうふうに考えて、そして色と形っていうのは多分作業としては写真の勉強をしていたシカゴ時代からああいうことっていうのは基礎トレーニングとしてなさっていたと思うんですけども、そういったものが全て合わさって最終的にそのエロス、つまり生成してくるものへの関心っていう、で生成してくるものっていうのはやっぱりその写真家が構成っていう形でかっちりと捕まえるのではなくて、あちら側の世界に写真家が見出していく、そういう方向に徐々にこうシフトしていったとすると、まさにその、さっきおっしゃったような色と形とマンダラを重ね合わせてみると見えてくるものっていうのがすごく納得できる気がします。もともとマイナーホワイトが石本さんの作品の中には Let it happen というね、写真家の自我とか恣意的なものでないものを石本さんの中に見ていたわけですから、それがある種日本的だということの、ニュアンスの一つだったんでしょうからね。自分の仕事にはそのアメリカ的なものとドイツ的なものと日本的なものがあるってマイナーホワイトは言うんだけど、自分はアメリカで勉強して、でその勉強した学校はドイツから持ち込まれたニューバウハウスで、日本的なものなんてないよっていうふうなことをしきりと昔は思っていたけど、やっぱりそういうのあるのかなっていうことをこの展覧会やってる頃におっしゃってましたから、多分それはドイツ、アメリカ、日本っていうその言葉ですけども、そこにはその背景としてそのレッド・イット・ハップみたいな物事への対峙の仕方とか、写真の作り方みたいな、
そのいろんなその層で、あるいはそのさ冒頭にお話が出たその時間の捉え方みたいなものも含めて、うん、あのご本人の中では一つの塊の問題をいろんな角度から少しずつあの見つめ直しながら、うん、あの本当に最晩年に至るまで、うん、新しいことに取り組まれていたんだろうなっていうことを、うん、まあ、今ようやく僕もその、うん、そういったことが見えてくるような。増田さんは石本さんの多様な作品の中で、あのその全貌としてはですね、どのあたりが最も興味がありますか？やっぱりその最初に見たあのシカゴシカゴ、はい、のシリーズっていうのがやはりその僕にとってその石本作品を見るときのその最初の基準みたいになっているところがあって、うん、というのはシカゴのシリーズには人も映ってますし建物も映ってますし動きもあれば光もあれば全てが入っていて、あえて一つ何かって言われればやはりあのシカゴシカゴのシリーズをあのが最も中心に置きたいというか見たい、そういうものと思います。私は専門、まあ、デザイン分野にいるので、石本さんのあらゆる写真集の中でやはり最も優れたその写真にとどまらず編集デザイン印刷あらゆる点でシカゴシカゴがベストワンではないかというふうに思ってるんですね。高知と石本さんというテーマで何か感じることありますか？高知イゴッソーというですね、すごい頑固者なんですよね、確か。それはもう多くの人が高知だから怒りん坊で頑固というのは一つあるような気がするんですけれどね、どうなんでしょうね。あの太平洋岸の光というのは何か影響してますかね？高知の市街のことを思い出すと、その海もあってで山も近くてでその海に近いことでその気象も結構その瀬戸内みたいにゆったりしてなくていろいろ変化があってっていう、はい、やはりそういうその原体験としてのその感覚っていうのは何かしらあの作品にその後あるいは作家としての姿勢に影響を及ぼすっていう想像はひょっとしたら今できるのかなっていう、自分のお仕事に対してものすごくその頑固だっていう形でその高知人的なものが出たんだとするならば、それは多分あの高知の人が誇るべき先人っていうふうに、うん、あのいうふうに言えるんだろうなと思います。日本の、まあ、写真の歴史の中で石本さんの意味果たしたなんて役割というか、石本さんだけが開けた可能性のようなものというのはどんなふうに今のお気持ちとしては思われますか？実は東京国立近代美術館が1952年に開館して、はい、翌年最初の写真の展覧会というのが53年にあるんですけれども、それはその現代写真展日本とアメリカっていう展覧会で、はいはい、日米の現代写真という、うん、でそこに石本さんは実はアメリカ側の作家として入ってるんです、うん、最初に石本康弘という写真家が東京国立近代美術館の歴史に関わった最初の1ページ目はそのアメリカ側のあのアメリカをの現代写真を代表する 何人かのうちの30人ぐらいだと思うんですけど一人として、それはエドワード・スタイケンがセレクションしてるんですけど、
そういう形で関わりが始まって、で写真部門が発足するときに、最初の個展を誰にするかっていうのはかなり、でそういったときに、まあ石本さんならどこからも文句は来ないだろうという、それはいろんな意味でなんですけれども、一つはもう作品写真家として文句ないですし、もう一つは本当に石本さんは党派的なことを動きをされる方で全くなくて、本当に独立独歩の方でしたので、そういった意味でも本当に文句ないだろうっていうことでお願いをした。日本の写真にとって近代モダンフォトグラフィーというものをもたらした人物であり、近代美術館というその写真を、と美術館が関わっていく中でも、実はものすごく得意な、しかも重要な関わりを、していた人なんだっていう、石本康弘がいなければどうなっていたのかっていうことを考えたときに、やっぱりそのどれだけ大きな影響があったのかっていうことが、ちょっと想像できないぐらい重要な、ピースとして、いろんなところに関係していたんだっていうのが、もう今回の展覧会を見ても、改めて、当たり前に石本さんがいたことを前提にこういう流れになっているけど、もしこういう人がいなかったらどうだったんだろうと想像してみると、その果たした役割の大きさっていうのがよくわかるかなというふうに思います。